皆さんこんにちは、葵です。はーい、今日はですね、久しぶりに新大久保に行くので新大久保 Vlog を撮っていきたいと思います。イエーイ。もうずっと韓国料理が食べたくて新大久保に行きたかったので、やっとっていう感じなんですけど、今日は友達と新大久保で美味しいものを食べようの回になっております。なんか行きたいお店はいろいろ候補にあるんですけど、どこに行くかはまだちょっと決まってないので合流して決めたいと思います。はい、ぜひ新大久保にいる気分を味わっていただければなと思います。はい、じゃあもうとりあえず本当にお腹が先からグーグー言っているので、新大久保に向かいたいと思います。またついて合流したら動画を撮りたいと思います。行ってきます。新大久保に着きました。服装ミスりました。昨日めっちゃ暑かったよ。だからさ、あんまり今日も暑やろみたいな感じで見てなかった。めっちゃスケスケできたけど今日寒い。はい、合流しました、友達と。で、何食べるかって感じなんですけど、なんかタコの動くやつが本当にずっと食べたくて、それ食べたいっていうなったんですけど、私が海鮮のアレルギーが一部ございまして、メニュー見る限りそれ以外あんまり食べられへん気もするんですけど、ちょっと行ってみたいと思います。このなんかカラオケみたいに全部個室です。ミジョンではこんな感じで海鮮がメインのお店で、これが名物でもこれが本当に食べたかったんですよ。で、これ頼んだ動くで動くタコ食べたことある？動くタコ食べたことない。私もですよ。あ、そうなん。あとこれ頼んだ。あとはこういう系もあるんですけど、千枚も頼みました。ここではちょっと海鮮をつまんで、別で韓国なんか韓こういう系食べます。自家製ジンジャーエール乾杯。テジョンデって書いてある。はい、こちらはヤンニョムセウです。ヤンニョンのエビです。美味しそう、いい匂いする。食べます。いただきます。いただきます。これは、なんか腹が外れてるやつ。うわー、見てーこれ。うわー、生きてないこれ。タコは動いてくるねんで。生きてないな、これ。でもずっと食べたくて、韓国からさ、韓国旅行に行けてた時から食べたかったん。でも食べたことがなくて、これちょっと頭を外してます。うおはぁ、いただきます。いただいちゃってください。これ絶対美味しい。あ、これフォークシップだけ外したいんだね。マシさ、はい、なんね、教えて。美味しいわ。なんていうの、フリップみたい。うん、2個あるね。2個あるね、はい。うん、で1個は、ラミ。ラミ。一番この世で一番美味しい短い国かもしれない。ラミ。見たことの国には分けるけど、ラミっていうの。ラミがビザや。で、タガログ語。タガログ語やマサラップ。マサラップ。マサラップ。でもブはほとんどよ。マサラップ。あのね、今日一緒にいる友達は高校から の仲いい友達なんですけど、2年ちょっとフィリピンにでお仕事をしてて、フィリピンっていろんな国のなんか何いろんなちゃいろんな待って待って、事件が起きました。事件が起きてるよ。こちらを通るときはバシャーッと飛ぶ可能性がありますので、お気をつけくださいって言ってる間に見て、この動いてるよ、お皿。見て見て、おやば、すげえ。これさ、ちょっとレモンかけたらもっと動くとか言ってたで、ね、ちょっと、行くで。うおー、ほんまや。うおー、ちょっと動いてるよ。どうする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 よ。おー、すごいすごい。いただきます。それ以上動かへん、うん、あ、でもこれ見て、これ動いてるんだよ、ね、
そうくっついてるし動いてるけど、あ、見て、あ、お皿に個ついた、お皿についた、お皿に、取れへん取れへん、どうしよう、あ、お皿に、あ、お皿にくっついた、うわ、キュー、お、そこで吐き来た、ちょっと待って、青い気をつけて吹く、こっこから、あ、くっついた、あ、こっこから、くっついた、うん、弱いけど、弱いけど、上にくっついた。楽しい。なんかもうちょっとあの何なんか強力かと思った。吸盤の吸い付きが。うん、まだ動いてるか。ちょっと。はい。食べで。いやさまだ動いてるくない。うわ。どう？あ、くっついた。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 地味に動いてるねずっと。くっついてほしい、ね。でも結構これ地味やんな。がっつりこう見るかと思ったけど、うん、なんか離れないみたいな結構地味です。はい、結果地味でした。でも可愛いぐらいの感じやな、はい、まだ動いてます。生瀬のパーでなんかもうガラガラッとかで、うん、ちょっとあの気を取り直してさ、なんだっけ、フィリピンのえラウえラウ美味しい、うん、ラミどっから来たラミと、なんだっけ、ラミとマサラいただきました、いただきました、いただきますわな、言わへんな、うん、いただきます。じゃあさっきちょっと途中で終わったけどそう、一緒におる友達は高校からの友達で、もう気がつけば9年だよって話をね、そんなに捕まえないって言って、本当に2年ちょっと前にフィリピンにお仕事に行って、そこからあのまあね、いろいろコロナとかがあってやっと帰ってこれて、帰ってきて2日前も会ってたんですけど、懐かしい思い出話をいろいろして、あと2年間会ってない間に何をしてたかっていうのを話して、もう一人高校の友達がいるんですけど、東京にはね、そのことあって、で今日韓国料理に来たんですよ。だからそう、あのフィリピンでなんて言うのって教えてもらったの。マサラ。そう、マサラ。それそう。でも結構薄い。薄いで。薄くなった。うん、ほんまにあの飛んで 0.5 秒ぐらいであの取ったから大丈夫。そう。ある程度ここで落としとけば、すぐ薬局で、うん。コンビニか薬局行こう。あったな、マシよ。あ、マシよ。隣やろ。めっちゃいいやん。あるやん。しかもあのシミってね、まあまあ落ちるから。お、そうなん、やったことある？あるあるある。常備してる。いや、そうやな、あの、よく知ってる通り、どこかにすぐ飛ばす。テジョンデで美味しい海鮮を食べて、今からはザ・韓国料理みたいなお店に行きたいと思います。ザ、新大久保通りみたいなところがちょっと新宿寄りの場所にあるんですけど、セマウル食堂っていう、私は一回行ったことがあって美味しかったので、そこに行きたいと思います。めっちゃ晴れてきた。あ、スケスケでも大丈夫な気温になってきましたので、ちょっとそこまで向かいたいと思います。お次はセマウル食堂に行きました。ここで韓国料理を食べたいと思います。あのプルコギのサムギョプサルみたいなやつと、おにぎりとチゲを頼みました。おにぎりをまずまずします。こうやって声入るん？うん、入る。じゃあこれ結構この10に負けへんのかなと思った。混ぜます。入るじゃあよう入るわ。あー、なるほどね。韓国っぽいでしょ。うん、いい感じ。それを手で丸める。おー、完成。韓国式おにぎりです。あ、見えへんかった。青いの顔ひっくりてピチョって切れちゃった今。韓国式おにぎりです。あ、よかった、入った。握ります。美味しいよ。何？韓国海苔とたくあんとマヨネーズと、あ、美味しそう。なんか特製のタレ。へー、美味しそう。完成。これはプルコギです。
こう葉っぱとかに包んで食べまーす。でこいつやっぱほらさ、何だっけ、イカゲームみたい。あ、これイカゲーム、イカゲームエプロンみたい。これで跳ねないですねって言ってたんですけど、ここにあの待ってる間に勝手に飛んでました。最悪。いい感じ。お味噌をのせます。ちょっとつけて、いただきます。あ、寒い。何かと思った今。何の時間かなと思って。いただきます。あ、それにしよう、それサムネ。ラリー、あのなんかラリーになっちゃうんやけど、ミーが出てくる、リーが出てくる。ラリーラリー、違う違う、ラリーね。私は食べたよ。じゃあ食べまーす。気持ちチゲ、チルブンテジキムチチゲ、7分豚キムチチゲ、はい、です。韓国海苔を入れて食べまーす。あー、こうやってご飯と混ぜ混ぜしてチゲは飛びます。美味しそうでしょ。美味しい。はい、セマウル食堂で美味しくご飯を食べました。もうお腹がいっぱいすぎてはち切れそうなので、メイン通りでコスメ見たりとか、あのスーパー行ったりとかしたいと思います。気持ちはタピオカを飲んでおやつも食べたいんですが、そんな余裕があるのでしょうか。うん、ちょっと行きます。でもあんまりこの後ちょっと仕事があって時間がないので、時間が許す限り行ってきます。買いました。安定の韓国海苔と、このお菓子はめっちゃ持ってる人がたくさんいたから買ってみた。なんかチョコ味のお菓子食べます。ここは安定のですね。いただきます。うん、美味しいけど甘っ。黒糖タピオカやからかな。まあまあ抹茶ベースも甘いです。でもなんか口の中が甘いものを求めておりましたので、これを飲みながら次の仕事に行きたいと思いますので、動画はこの辺で終わりたいと思います。今日は新大久保でゆるい Vlog になりましたが、皆さんもぜひタコを食べてみて、なんか多分ちっちゃい本当にそのままのタコやったらすごい口の中でひっつくと思うんですけど、あれは切れてたのでそんなに痛くないです。なんかちょっとくっつくくらいな感じで楽しかったので、味も美味しかったし、食べてみてください。セマウル食堂も美味しいのでおすすめです。ではまた、新大久保 Vlog、撮りたいと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。